これで好きなことが見つかると知らないことだらけになります。例えば僕が、砂漠を自転車で走ろうって思った時に、心底もう自転車のことが好きになってきたので、砂漠を走ろうと思った時に砂漠のことがわからないんですね。さっきの鶴ちゃんの話じゃないですけど、いくらお花を見ても砂漠は砂漠なんですね。で、水を25リットル運ばないと干からびて死んじゃうんですよ。で、そういう情報とかもどうやったら生きてるか、生き残れるかってことも全然わからないんですね。その瞬間に夢を諦めようとしちゃうんですよ。でも知らないことがいっぱい増えてきたってことは一歩動いた証拠だと思うんですよ。好きなことが見つかり始めると、もう不安プラス知らないことがいっぱいやってくるので、あってこう逃げ出したくなっちゃうんですね。でも、あ、それはすごい好きなことだ、じゃあ知らないんだからいっぱい知ればいいじゃんって思えるようになってくるといいと思うんですよ。で、僕ら小学生の時に手を挙げて答えられないとなんか怒られましたよね。知らないことイコールいけないことってなんか頭にインプットされちゃったんですよ。でも本当はそんなことなくて、知らないことをどんどん知ることっていうのは僕はすごい楽しいし素晴らしいことだと思ってるんですよ。だからもし、知らないことが見つかってきたら、あ、これはすごい好きなことが見つかり始めた証拠だと思って、ぜひ、前に進んでほしいんですね。で、人間の脳みそって、検索エンジンのようだっていうのを前、速読のフォトリーディングっていう、セミナーに出た時に聞きまして、あ、なるほどその通りだなと思ったんですね。どういうことかっていうと、昔の僕はオーストラリアに行きたいなと思ってたので、頭の中に常にオーストラリアってキーワードが入ってたんですね。で、そうすると新聞を読むとオーストラリアって書いてると、もうその情報だけが入ってくるんですよ。シンガポールって書いてても全然情報って入ってこないんですね。で、同じように例えば起業したいとか、会社を作りたい、あとはなんか、友達と音楽活動したいとか、いろんな夢が見つかった瞬間にぜひその意図してキーワードを頭に入れてほしいんですね。で、頭の中にキーワードを入れると必要な情報というのがどん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 入ってきます。まあ、今代表的なのはインターネットを使ってやるのが代表的だとは思うんですけども、あとは本屋さんですね。まあ、例えばこういう講演に来ている方も、本屋さんで僕らのことを知ったという人も多いと思います。あとですね、人を使うっていう手もあるんですね。で、僕はすごい、このフォトリーディングという速読を受けた時に、あ、その講演は自分の頭の中にキーワードを入れて本を読むと、本からその必要な情報がどん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 入るってことを言ってたんですね。ただ漠然と本を読んでも情報が入らない、この情報が欲しいんだって最低限3つぐらい頭の中に意図して読み始めると情報がどんどん入ってくる。それをじゃあ僕は人間でやったんですね。僕は今ビジネスで、ちょっとある程度うまくいってきたんですけども、そろそろ自分のまた旅とか再開させたいから、多少はプチリタイアぐらいはできてるんですけど、本当に本格的にセミリタイアしたいんですけども、なんかそういう情報欲しいんですけどっていうのをいろんな経営者に言いまくったんですね。で、そうするとそれぞれの検索エンジンが動くんですよ。で、ヤフーで出てこなかったら Google 使って皆さん出したりしますよね。同じようにいろんな人10人ぐらいに言うんですね。そうすると結構この人のネットワークで知ってたりするんですよ。で、それで、今ではすごいブレイクした本田健さんっていう人がいるんですけども、彼がセミリタイアをしているってことで本格的なやり方を教えてくれっていうことでつないでもらうことができたんですね。ただ人間の検索エンジン、他人の検索エンジンを使うのにコツがあるんですね。で、通常の普通のインターネットの検索エンジンで SEO 対策っていうのがあるんですよ。これは何かっていうと、特定のキーワードを入れて一番最初に出てくれば来るほど皆さんがそこにアクセスしていいっていうのがあるんですね。で、同じように誰かに、すいません、私こういう夢を持っているんですけども関連した情報を見つけてもらえませんかって話した時に、ああ、分かったって言って忘れちゃうんですよ。忘れさせないで、その人の頭の常に検索結果のトップに出てくるぐらいの強烈なキーワードっていうのが必要になってくるんですね。で、どうしたらいいかっていうと、私は喜んでこういうことができる人ですっていうのを相手に伝えておくんですよ。例えば当時の僕はインターネットにすごい夢中になってきてたので、僕は喜んでインターネット上で物を売るってことはお手伝いできますってことを、言っていたんですね。で、それを常に
相手に言うようにしていたので、相手の検索エンジンもトップに来るようになりました。でこういうことをやっているとですね、いわゆるメンター、師匠が現れます。一応これはメンターです。でメンターが現れるんですね。でメンターがいるから、師匠がいるから成功したんでしょっていう人がいるんですけども、実は逆で、動いた後にメンターって出てくるんですよ。っていうのも、自分が動かないと何が必要なのかがわからないので、メンターが誰かがわからないんですよ。で動いた瞬間に、あ、こういう情報が僕は欲しいってことに気がつき始めるんですね。でその瞬間に、あ、この人メンターだったんだみたいなことが結構あるんですよ。でメンターとの作法っていうのがありまして、こうやってははーってつい言ってしまうの、教えてくださいってやってしまうの、これ結構ダサいんですよ。でこれでホイホイ乗ってくるメンターは結構ろくでもないやつが多いので要注意ですね。でできればメンターがあったら、いや私あなたからこういうことを学びたいんですけども、私はこういうことを喜んでできる人なんですよ、よければお手伝いさせてもらえませんかって、普通の人はメンターから吸い取ろうとするんですね、教えてくれって。それよりもメンターに何かを与えようっていうふうになってほしいんですね。そうすると自分としてのイメージがすごく上がるんですよ。こうほとんど あるすごいメンターの横にこうずっと、僕が会員権の仕事をやってた時にすごい社長さんの横でじっと見てると、次から次に教えてくれっていう人がいっぱいやってくるんですね。僕から見ると吸血鬼か蚊にしか見えなかったんですよ。チューチュー吸わせてくれって言って、案の定その社長はこうやって払ってたんですよ。でも中にはいろんなものを喜んで提案してくる人がいるっていうんですよね。でその人とは時間を割いてでも会いたいって言ってたので、できれば与えるってことをやるとすごくいいなと思います。ただ与えるのにもコツがあるんですね。これは皆さんがやってて楽しいことを与えてほしいんですよ。例えば僕はすごいインターネットのマーケティングっていうのを教えるのはもうすごい好きで仕方がないんですよ。でやめろって言われてももうずっと喋りたくなるんですけども、代わりにお片付けをやってくださいって言われたら、もうこれすごいやる気なくすんですね。僕の部屋ってとてもとても汚いんですよ。でまあ随分前に僕の英会話の先生が僕の部屋にやってきたことがあったんですけど、ボーイズルームって言ってきたんですね。あ、汚い部屋のことをボーイズルームって言うんだとか思って、なんか一つお利口さんになったぞとか思って喜んでて、で結局片付けなかったんですけども、メンターが現れてきて、あ、私あなたを片付けますので、身の回りを片付けますのでって言ったら、もう苦しくてできないんですよ。で無理をして相手に与えると、こう相手が引くんですね。例えばの例、美味しいレストランでちょっと無理をして高いレストランに行って、目をギラつかせて、今夜は帰さないぞ、帰りますって言いますよね。納豆のようなオーラを出して、与えてる割にはこれくれって言ってるんですよ。これドン引きですよね。それよりも、いや前々から友達がいいよって言ってたレストランで、僕もすごく食べたいと思ってたんだけども、よかったら一緒にどうっていうのだったらすごい OK だと思うんですよ。それをね、こうやってギラつかせて、今夜は返さないぞって言ったら引きますよね。だから自分が嫌なことで相手に与えようとすると、必ず犠牲心を伴うんですね。で犠牲心を伴うと相手に要求するんですよ。これがギブアンドテイクの世界ですね。で自分の好きなことを与えようとするとギブアンドテイクにはいかないんですよ。もうあげちゃったらあげちゃうことがもう楽しいので、相手が何しようともうどうでもいいんですね。でその状態でメンターに何かを与えられるようになると、すごくいい関係が結べて、でどん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 人生が開けてくると思います。